臼杵市の晩秋の風物詩、臼杵竹追は昨夜から始まりました。竹の中にろうそくの火を灯した竹ぼんぼりがおよそ2万本用意されたほか、寺や神社など25箇所には竹のオブジェも設置され、城下町は幻想的な雰囲気に包まれていました。また昨夜は地元に伝わる伝説を再現した般若姫行列が行われたほか、コンサートやお茶会なども開かれ、会場は多くの人でにぎわっていました。すごいですね。なんか竹をくり抜いている作品とか、昔ながらの街並みとか非常に綺麗で、自分にとっては貴重な経験になりました。臼杵竹追は今日まで開かれていて、竹ぼんぼりは今夜9時まで灯される予定です。